お世話になっております、マサルです。今回はディレクトリトラバーサルについて一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まずディレクトリトラバーサルについて概要をお話しします。その後ディレクトリトラバーサルへの対策についてお話しします。それでは始めていきましょう。ディレクトリトラバーサルについてお話しする前におすすめツールの紹介です。 IPA は UpGoat という脆弱性体験学習ツールを公開しています。このツールではいろんな攻撃について詳しく説明されているので、ぜひ皆さんも見てみてください。今回の動画は UpGoat の補助資料を使いながら説明していきます。ディレクトリトラバーサルとはフォルダを遡り任意のファイルにアクセスする脆弱性のことを言います。 Web アプリケーションは複数のフォルダで構成されており、そのフォルダでパスの解釈に問題があることで生じる攻撃と言えます。具体的に見ていきましょう。まず通常時の動作です。管理者はドックルートというフォルダを公開しようとしています。利用者はファイル名を指定することによって公開しているファイルにアクセスすることができます。例えばパブリックドットテキストと指定するとドックルートフォルダ内のパブリックドットテキストにアクセスできるような仕組みです。次に攻撃者がディレクトリトラバーサルを利用するイメージを見てみます。攻撃者はファイル名を指定するときにこのようにドットドットスラッシュをいくつかつけて、シークレット配下のパーソナル配下のシークレットドットテキストのファイルを指定しています。この指定をそのままサーバーが実行すると現在のフォルダの上の上を指定しているので2つ階層を遡ります。ここが頂点です。それ以降のドットドットスラッシュの表記は無視されます。つまりいくつかのドットドットスラッシュで一番上の階層のフォルダにたどり着き、そこからシークレット配下のパーソナル配下のシークレットドットテキストのファイルを指定しています。サーバーはそのまま内容を実行して本来公開していないはずのファイルへのアクセスを認めてしまいます。これがディレクトリトラバーサルを使った攻撃イメージです。ではどのようにしてディレクトリトラバーサルを防ぐことができるのか見ていきましょう。対策のポイントは攻撃者が利用したドットドットスラッシュのようなファイル名を指定するようなものが含まれないように実装することです。例えば PHP ではベースネーム関数を利用することでファイル名だけを取得することができるそうです。また保険的な対策としてアクセス権限の設定を正しく管理しておくことも対策になります。アクセス権限を正しく設定しておけば万が一ディレクトリトラバーサルが成功したとしても権限のないファイルにアクセスすることができません。以上、今回はディレクトリトラバーサルについて一緒に勉強しました。少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になります。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それではおまけトークです。最近はクラウドのストレージサービスを使って取引先とファイルの授受を行うことが増えてきた気がします。ファイルの授受を行うときには公開設定がとても大切です。例えばこの図では A 社とやり取りをするためのフォルダ A、B 社とやり取りをするためのフォルダ B、C 社とやり取りをするためのフォルダ C があります。この場合、公開設定はフォルダ A からフォルダ C の各フォルダ単位で設定を行います。もし公開フォルダの単位で公開をしてしまうと、それぞれの会社の情報が他の会社に見られてしまうという大変なことになってしまいます。ストレージサービスの公開設定には十分気をつけましょう。それでは今回の動画は以上です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。